はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安藤でございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、納豆味噌汁を飲んでおります。納豆味噌汁ね、まあ、ご存知の方はいてると思うんですけども、クックパッドにもね、納豆味噌汁の作り方とかね書いてますけども、まあ4レジのごとく味噌汁に納豆を入れるだけなんですけども、まあ、そのご飯に納豆で、納豆ご飯がまあ主流やったんですけども、最近その納豆のタレとネバネバ、粘りですよね、が、まあ、口の中のただれを刺激するようになってきまして、まあ、なんかいい方法ないかなってこう考えた結果、納豆味噌汁にたどり着いたわけでございます。まあ、でも昔からこのやり方は、やり方っていうかその食べ方はね、知ってたんですけども、そのやっぱり納豆ご飯を食べたい、納豆はご飯にかけて食べたいなっていうのが強かったんで、まあ、選んでは来なかったんですけどもね、まあ、それでもやっぱり先ほども言ったように口の中のただれが原因になってきたんですよね。まあそうなったのもですね、原因がちゃんとありまして、まあ、自分の中では、まあ自分の中では確実やなと思ってるんですけども、その今口腔外科でもらってる薬が、以前もお伝えしたんですけども、粉末からクリームに変わりましたよというふうにね言ったんですけども、やっぱりこの粉末からクリームに変わったことによって、この痛みっていうのが、まあ、ただれが増してきた、増し増しになってきたなっていう状態なんですよ。薬を2回変えてもらって、切り替えてもらって、同じ結果が出てるんで、これもうそうでしょうって思うんですよ。絶対前の薬の方が合ってるやん、よかったやんってね思うわけですけども、まあそのこれも以前もね何回もお話ししてますけども、粉末のやつやったら患部以外のところにかかるとカビ菌がね発生するという風なのが怖いから、これで頑張ってくれ、これで頑張ってくれって言われて、まあ渋々 OK してる、してあげてる感じには、ね、上から目線で言いますとそうなってしまうんですけども、まあそれか、まあそれかっていうか、まあそのただれっていうのはね、まあ、GVHD 拒絶反応が、まあ、ただただ激しく出てきただけなのかもしれませんけどね。まあ次回は6月の頭かな、そういう意味があるんですけどね、この時に聞いてまた皆様に報告させてもらいます。はい、で今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。